この船はもうじき沈みます。急いでください。待ちなさい、コスモス。コスモス、あなた自分が今何をしたのか分かっているの？私に課せられた任務はあなたたちベクター関係者の保護です。軍関係者まで守れという指示は受けていません。バカなこと言わないで。だからって人を殺してもいいってことにはならないのよ。なぜバージル中尉を撃ったの？彼を犠牲にしなくてもあなたの力なら。あの時バージル中尉は私の射撃軸線上にいました。もし私が射撃軸をずらし直接あなたのカバーに回っていたとすれば、一時的に12時方向の要撃戦力が 30% 以下に低下していたはずです。それに対して中尉が死亡することによる戦力の低下は 0.2% 以下に過ぎません。私はあなたを生還させるためにより確実な選択をしただけです。それにポッドの定員は2人、誰と誰を優先させるかは明白でしょう。そんな、ひどすぎるわ。あなたには良心ってものがないの？シオン、私は人間ではありません。ただの兵器です。それはあなたが一番よくご存知のはずですが、どうするのです？乗るのですか、乗らないのですか？彼の死を悼む気持ちがあるのなら生きた方が賢明です。出ないと彼は無駄死にしたことになりますよ。主任、さあ行きましょう。はい、対象物はオリジナルではありませんでした。はい、エミュレーターです。了解しました。マーキング後至急現中域を離脱。当初の計画通り第二ミルチアへ向かいます。ビルヘルム様、コスモスから報告です。シオン・ウズキ、アレン・リッチリーの両名はコスモスに同行したそうです。そう、光線域に接近中の戦績不明艦の存在を考えると幸いかと。仮にそれが彼女の脅威となるのであればコスモスは守る。そうなんだよね？はい、全ての指令よりも優先させて。いずれにせよコスモスを引き上げさせたのは賢明さ。軍にも彼らにもこれ以上奉仕する必要はない。ラインの乙女に関するデータも揃ったしね。
すべての事象はこの秩序の羅針盤が指し示す通りに動く。あとは必要なファクターを揃え、もう一つが目覚めるのを待とうよ。